はいどうも、ブンキャラです。今回も遊んでいきたいなと思います。なんか後ろを賑わってきたねよし、実績見ていきましょう。何すればいいんだっけ。あ、この亡霊鉱山中でレッドキャップ公兵を倒したいのと、あとなんか金貨がなんとかっていうのあったよね。金貨金貨、どこだっけ。あ、これだ。ゴブリンから魔法の金貨を獲得し、魔法の地図をクラフトする。魔法の地図の括弧迷宮か。括弧迷宮っていうのはなんか調べたらね、この魔法の地図っていうのは真上から見た輪切りの断面図を表示してくれる地図らしい。ちょっとやってみようか。魔法の金貨を真ん中に置いて、その周りを紙で囲えばできるみたいなんで、ちょっとやってみようかなと思います。魔法の金貨を1個置いて紙で囲う。あ、できた。これが魔法の地図迷宮。オッケーオッケーオッケー、できました。で、さらにね、さらに上のマップがあるみたいで、あのね、この白紙の魔法の地図じゃなくてもいいくて、多分魔法の地図でいいんだと思うんだけど、これとダイヤモンドと鉄と金のブロックを置いたらね、白紙の魔法の地図鉱石迷宮っていうのもできるらしい。ほら、来た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 。ということで、ここまで解除できたね。この辺も取らなきゃいけないんだけど、ないんだよね。なんでね、今回亡霊鉱山中に行ってね、レッドキャップ公兵ちょっと倒しに行こうかなと思います。この井戸なんなんだろうね。中なんかあるんかな、行ってみようか。暗いぞ暗いぞ。しかも深い、めっちゃ降りれる。あ、待った、なんかあるぞ。ちょっと待って、待った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 。チェストがあるよ。マジかよ。中身もマジかよ。いらねえよ。あ、でも来てよかったな。てか俺亡霊鉱山行くのに大事なものめっちゃ持ってきとるな。これ持ってけいいか。そろそろ着くはずだよ。この辺のはずなんだけどな。これだ、これだな多分。あ、ここだここだ。ちょっとぶっ壊れてるけど、これだね。だって結構鉱石あるもんね。ちょっと入ってみよう。よいしょ、ここだね。ほう、いいものが入ってる。あ、そうだ、この中にちょっと地図とか入れとこう。ゾンビはいるね。レッドキャップ公兵っていうのを倒さなきゃいけないのに。よいしょ、とりあえず湧き潰しだね。あいつじゃないの、レッドキャップ公兵って。あ、これの1段階上のやつかな。とりあえず倒そっか。 OK。 わあ、いで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 、わあ、雲乗ってる。いで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 。やばーい、まずーい、まずーい、まずーい、死んじゃう。いや、やっぱ敵多いな。よいしょ。そしてエンダーマンがいっぱいいたよね。貴重だよね。わあ、スライミングいる。痛いな、こいつ痛いんだよね、攻撃がね。エンダーマンどこ行った？エンダーマンどこ行った？エンダーマン消えたな。とりあえずチェスト取ろうか。
解体作業台、何これ。一応持って帰ろうか。次行きましょう。ここはもう終わりです。さあ中はどんな感じなんでしょうかね。え、これ中かな。台ぐらいのでかさがあるんじゃない。わ、台ぐらいある気がするんだけどな、俺気のせいかな。ちょっと今のうちに仲間割れしてる間に。オッケー、痛い。ちょっと待ってよ。オッケー、痛い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 。やばで、あ、待った。いや、危ねえ、危ない。ゾンビ多いな。痛い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 。ちょっとレッドなんとかゾンビ、レッドなんとか公平いないけど。あー、ここにスケスポか。痛いな。おー、びっくりした。何、あ、こいつじゃんだ、多分。レッドなんとか公平。お前だろ？よし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 。よし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 。ちょっと赤かったもんね。オッケー。てか俺矢だらけだな。この解体作業台ってやつはさ、何？これ何？あ、もしかして一回作ったもんを元の素材に戻せるってこと？え、そうなんかな。例えば斧とかだと、あ、はい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 、あ、そういうことね。戻せるんだ。はい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 。すげえ。解体作業台すごいね。じゃけ耐久値が減っとるやつはその分素材を減らしてってことか。あーね、はい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 。あ、そして3レベル必要ってことかな、これは。そういうことだよね、多分ね。はいはいはい。あ、いいじゃん。この解体作業台は？あー、作業台を8つ置いて、真ん中に魔法の金貨で、この解体作業台になるのか。はい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 。で、普通の作業台としての機能もあるんかな？あ、あるんだね。おー、そういうことか。あー、勉強になった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。よかったらまた見てください。バイバイ。